2022年、ロシアのウクライナ侵攻により、カリーニングラードが国際的に大きな注目を集めています。カリーニングラードとの、バルト海に面し、ポーランドとリトアニアに囲まれた土地ですが、実はこの場所はロシア領なのです。飛び地、というやつじゃな。そしてこのカリーニングラードには、ロシアのミサイルであるイスカンデル、が配備されています。そしてそのミサイルには、核弾頭を搭載することが可能なのです。ちょっと待て、さらっととんでもないことを言うではないか。対ロシアをめぐっては西側、そして EU 内部で意見がまとまりませんが、石油やガスなどのエネルギー以外でも、このカリーニングラードの存在がその大きな要因となっています。何やらことは深刻なようじゃのう。今さら聞けない現代史用語解説。第5弾は、カリーニングラード、となります。カリーニングラードの建設は、13世紀にまで遡ります。カリーニングラード、という呼び名はロシアからの呼び方であるといえ、もともとの呼び名は、ケーニヒスベルク、でした。ドイツ語風かの？この都市はまさにドイツ人の東方植民によって建設されており、建設者はドイツ騎士団でした。ドイツ騎士団の、あのドイツ騎士団じゃの。ドイツ騎士団という名前ですが、第三次十字軍の際に陥落させたアッコにて結成されており、その後ローマ教皇の承認を受けて宗教騎士団になったのでした。詳しくは、第三回十字軍、を見るのじゃ。テンプル騎士団などはパレスチナでの活動を主にしたのですが、ドイツ騎士団はヨーロッパでの活動が多く、東方植民に力を入れていました。東方植民とは何なのじゃ？キリスト教を広めるため、という名分のもと進められた植民活動で、ケーニヒスベルクもその一環で建設されたと言えます。バルト海に面したケーニヒスベルクは交易で栄え、ハンザ同盟の一角を担いました。ドイツの主要都市になったわけじゃな。しかし1410年に起きたタンネンベルクの戦いの後、ケーニヒスベルクはポーランド領になります。一次大戦とは別のタンネンベルクの戦いじゃな。より正確に言えば、戦いの後従属し、その後はポーランド王の領地となるものの、広く自治が認められた形になります。都市国家的性格が強いのかのう。16世紀、ドイツ騎士団のトップであったホーエンソレルン家のアルブレヒトが、初代プロイセン公となり、ケーニヒスベルクはプロイセン公国の人となります。プロイセン公国とな？プロイセン公国は18世紀初頭にプロイセン王国となり、19世紀にはドイツ帝国となるのです。ではドイツの起源と言えるわけじゃな。なお公国の段階ではポーランド王国に対し従属の関係にありました。ドイツがポーランドに従属しておったのじゃな。なお17世紀にプロイセン公国の系譜が途絶え、同じホーエンツォレルン家のブランデンブルク選帝公が、ケーニヒスベルクを飛び地的に治めることになります。この土地は昔から飛び地だったのじゃな。なおその少し前にポーランド王国から完全に独立を果たしており、18世紀初頭にはプロイセン王国となりました。この頃にはケーニヒスベルクの自治都市国家的な風潮は終わりを告げており、初代プロイセン王フリードリヒ一世の即位式がケーニヒスベルクで行われたほどです。ドイツにとってそこまで重要な都市が、今ではロシア領になっておるのじゃな。なお、純粋理性批判、などで有名なエマヌエル、カントはケーニヒスベルクで生まれ、生涯を過ごしています。ドイツを代表する大哲学者じゃな。世界史を代表すると言っても良いかもしれませんね。そしてカントは今も故郷の地に眠っているそうです。ケーニヒスベルクはこのようにプロイセン及びその後継国家ドイツの中心的な都市でしたが、第一次世界大戦の結果領土変更があり、ケーニヒスベルクはドイツ領内に留まったものの、ポーランド回廊の出現により、ケーニヒスベルクを含む東プロイセンがドイツ領の飛び地となりました。ポーランド回廊との18世紀以降、3度にわたるポーランド分割が行われ、1795年にはポーランドは消滅してしまいました。ポーランド分割に加わったのはロシア、まだドイツになる前のプロイセン、そしてオーストリアの3国です。かつて属国だった国に分割されるとはのう。その後ナポレオン戦争において、プロイセン軍を破ったナポレオンが旧ポーランド領にワルシャワ大公国を建国。しかしナポレオン戦争後のウィーン議定書にて消滅してしまいます。難儀なことよのう。
その後もポーランド人は独立を試みますが、その度にプロイセンやロシアによって叩き潰されてきました。しかし第一次世界大戦中にロシア革命が起こったことでロシア帝国が滅亡。ロシア帝国を滅ぼしたソビエト政府は、ポーランド分割を破棄しました。それでポーランドは独立することができたわけじゃな。ドイツ革命が起こったことやドイツの敗戦、国際連盟の設立、民族自決の原則など、様々な要因も重なりましたね。そしてポーランドの独立によりポーランド回廊が生まれ、ドイツの飛び地が生まれたのです。それでケーニヒスベルクが飛び地になったわけじゃな。ですがそのことが大きな悲劇を生み出してしまいました。第一次世界大戦で敗北したドイツは、ポーランド回廊の奪還を目指し、ついには第二次世界大戦が起きてしまったのです。大きすぎる悲劇じゃのう。ドイツ第三帝国はポーランド回廊を占拠しましたが、第二次世界大戦後にはポーランド回廊は再びポーランドの領土となりました。してケーニヒスベルクはどうなったのじゃ？第二次世界大戦開始直後、独ソ不可侵条約の存在もあり、ドイツとソ連は同盟を結んでいました。しかしドイツ第三帝国のヒューラーは突如バルバロッサ作戦を発動し、独ソ戦が始まります。人類史で最も悲惨と言われる戦争じゃな。ソ連はイギリスやアメリカと連合軍を形成し、ケーニヒスベルクはイギリスの激しい爆撃を受けることになります。この攻撃によってケーニヒスベルクは焼け野原になり、聖堂、城、大学などが跡形もなく消え去りました。カントは生前ケーニヒスベルク大学の教授じゃったの。1945年4月からはケーニヒスベルクの戦いが開始。ドイツ第三帝国軍とソビエト連邦軍がケーニヒスベルクにて激突した結果、ソビエト軍が勝利するという結果に終わりました。10万人を超す死傷者が出たこの戦いは、ドイツ側からはケーニヒスベルクの戦いと呼ばれ、一方ロシア側からはカリーニングラードの戦いと呼ばれています。ここでカリーニングラードの名が出てくるわけじゃな。結局ドイツ第三帝国は崩壊し、その後行われたポツダム会談にてケーニヒスベルクのソ連帰属が決まりました。これ以降、ケーニヒスベルクはソ連領カリーニングラードとなります。ポツダム会談というとポツダム宣言のイメージが非常に強かったが、ドイツの戦後処理も話し合われていたのじゃな。なおカリーニングラードという名前ですが、ミハイル・カリーニンという人物名に由来があります。レーニングラード、スターリングラードなど、ソ連の都市名は人名に由来がある場合が多いの。ペトログラード、エカテリンブルクなど、帝政ロシア時代から人物名を都市の名に関することが多かったですね。してカリーニンとはどのような人物だったのぜ？レーニン率いるボリシェビキ派に最初期から参加しており、ソビエト連邦中央執行委員会議長としてソビエト大会を取り仕切っていた人物です。スターリンによる大粛清をも生き延びたわけじゃな。ただし奥さんは強制収容所に送られていますけどね。詳しくはスターリンを見るのぜ。カリーニンは1946年に死に、ケーニヒスベルクはカリーニングラードに、かつて東プロイセンと呼ばれた地域はカリーニングラード州になりました。住民はドイツ人が多いのかの？ソ連は占領後、ドイツ人を大量に追放しました。なので2022年現在では、人口の約8割をロシア人が占めると見られています。凄まじい歴史じゃのう。ソ連はカリーニングラードを軍事拠点として作り変えました。ソビエトの不沈空母、カリーニングラードはそのように呼ばれることになります。西側への牽制というわけか。ソ連崩壊の直前、リトアニアがソ連から独立したことにより、カリーニングラードの持つ意味が大きく変わることになりました。リトアニアをはじめバルト三国はソ連を激しく嫌っており、2004年には反ソビエト連邦のために結成されたと言える NATO への加盟を果たしています。結局問題は現在でも続いておるのよのう。リトアニアを含めたバルト三国の独立によって、カリーニングラードはソ連の飛び地になりました。そしてソビエト連邦は崩壊し、その権限のほとんどをロシア連邦が引き継ぐと、カリーニングラードはロシアの飛び地となったのです。ポーランドになったりドイツになったりソ連になったりロシアになったり忙しいの。ロシア連邦の大統領であるエリツィンは、カリーニングラードをポーランドに割譲すると述べました。しかしポーランドの NATO 加盟交渉、
及び NATO 加盟により、エリツィンはこの発言を撤回することになります。冷戦は終わったはずなのじゃがのう。東側の軍事同盟であったワルシャワ条約機構は解散しましたが、西側の軍事同盟である NATO はソ連崩壊後も存続しています。詳しくは NATO を見るのぜ。ロシアにとって、カリーニングラードは対 NATO という面で重要な役割を担っているのです。配備されておるイスカンデルとやらは、ヨーロッパ全土がその射程距離なのかの？イスカンデルについては少し解説が必要でしょう。このミサイルは KGB 出身のチェメゾフという人物が会長を務めるロスケックが製造したもので、先ほども触れた通り核弾頭搭載能力が備わっています。KGB 出身者が関わっておるのか。チェメゾフもかつて東ドイツに赴任しており、同じく東ドイツにいたプーチンと同じマンションに住んでいたようですね。ロステックは2007年に大統領令に基づいて設立された会社で、700を超えるグループ企業から構成されています。現代ロシアを象徴するような企業じゃな。ソ連は1960年代にはエリブルース、1980年代にはオカーというミサイルを配備していましたが、1987年に INF 全廃条約が結ばれ、中距離核戦力が文字通り全廃となったため、射程の短いトーチカ U が配備されることになります。その後もミサイル開発は続き、ソ連崩壊後はそれをロシアが引き継ぎました。ロシアは本当にあらゆる面でソ連を引き継いだのじゃのう。そして2005年頃からロシアは、イスカンデル、の量産体制に入り、2007年か2008年頃からカリーニングラードに持ち込まれたと見られています。射程距離は700キロ以上と見られ、ドイツのベルリン付近までの攻撃が可能であるというのがリトアニア政府の見解であるそうです。ヨーロッパの多くの国にとって、とてつもない脅威であるのじゃのう。さて、カリーニングラードがロシアの飛び地となったことで、物流、に関して大きな問題が発生しました。飛び地となったことで、物資などの輸送はどのように行うようになったのぜ？その部分が今回の動画の肝となりますね。カリーニングラードは、モスクワ、サンクトペテルブルク、そしてベルリンと鉄道でつながっています。他国と鉄道でつながっておるというのが想像つかぬわい。そしてロシアからカリーニングラードまでの鉄道はリトアニア領内を通ることになります。これはいろいろとややこしいことになっておるのう。1991年、ロシアとリトアニアの間で次の2つの条約が締結されました。国家関係の基本に関する条約、カリーニングラード地域の経済、文化、社会協力に関する条約、その後も紆余曲折を経て、輸出入の手続きを取らずに、ロシアは鉄道にてカリーニングラードまで物資を輸送できるようになったのです。それが今になって問題になったと？2022年、ロシアのウクライナ侵攻により、欧州各国でロシアに対する禁輸措置が問題になっています。詳しくは、ウクライナ問題、を見るのぜ。対ロシア強硬派とも言えるリトアニアは、カリーニングラードへの物資輸送について、一定の制限を設けることを発表しました。当然ロシアは猛反発。一方で欧州連合 EU はリトアニアの決定を支持しました。真っ向から対立するようになったわけじゃな。ロシア政府はこの措置に対し、次のように述べています。ロシアはこのような敵対行為に必ず対抗する、省庁間で対策を練っており、リトアニアの人々には重大な悪影響が及ぶだろう。完全に脅しではないか。以前からリトアニア及び EU はカリーニングラードを問題視していました。カリーニングラードの主要な産業は造船でしたが、現在カリーニングラードの経済は破綻していると見られています。そのことにより密輸が横行しており、盗難品の取引や人身売買が国境を越えて行われていると EU 側は見ています。EU 側にとってはいろいろな意味でかなり厄介な存在じゃのう。1996年、カリーニングラードはロシア領内のいわゆる経済特区に指定されました。カリーニングラードからロシアの他の地域に輸送される商品には税金と関税が控除され、ロシアのテレビの3分の1はカリーニングラードで製造されたものでした。それなのに経済的に破綻してしまったのか。ソ連崩壊後のロシアは、危機の10年、と呼ばれるほど経済状況が悪化しましたからね。それを石油や天然ガスによって回復させたのがプーチンですが、
ロシア経済は天然資源に頼っているのが現状です。かつては宇宙開発分野であのアメリカ合衆国さえ圧倒していたのにの。今回の制約により、産業危機が規制の対象となっているようで、カリーニングラードの経済はさらに厳しくなることが予想されています。ロシアは一体どうするつもりじゃろうの。2017年、中華人民共和国海軍の艦隊がカリーニングラードに入港し、ロシアとの合同軍事演習を行いました。その目的は、先ほども触れた通り、リトアニアはウクライナと違い NATO 加盟国です。もしロシアがリトアニアを攻撃すれば、集団的自衛権が発動するわけじゃな。世界が恐れているのはまさにそこですね。カリーニングラードをめぐる問題は、世界の行く末を左右するほどの問題になる可能性を秘めているのです。そしてもう一つ、この点において、スバウキ回廊、も問題となります。また新たな単語が出てきたの。2022年現在、ベラルーシはロシアの友好国となっています。そしてベラルーシとカリーニングラード州を国境線で結ぶと、リトアニアなどバルト三国は欧州からシャットアウトされるのです。そして出来上がるのがスバウキ回廊というわけか。ただ、さらに北方のフィンランドとスウェーデンが NATO に加盟したことにより、事情はさらに変わってきました。バルト三国が陸路では遮断されても、バルト海を通じてフィンランドなどの NATO 加盟国と繋がれるわけか。カリーニングラードには BMW やキャデラックなどの自動車関連工場もあり、外資系企業の存在により名脈を保っている部分もあります。税制の優遇があるからじゃな。そしてその対応をめぐってもヨーロッパの国々はまとまっていないのも現状です。対ロシアへの措置に対しては、ずっとまとまらない状態が続くの。欧州は結局ロシアへのエネルギー依存度が非常に高いですからね。ロシアもそれを見越しているため、この情勢は長引くかもしれません。そうなればインフレはもっとひどくなるかもしれんのか。果たしてこれから先の世界がどうなっていくのか。カリーニングラードはその鍵となる地域となっているのです。といったところで今回の動画は終了となります。チャンネル登録していただき、次回の動画もご覧いただければ幸いです。チャンネル登録していってね。